チャイルドフットのカズキです。トムです。ユウです。よろしくお願いします。はい、やってきました。毎回ね、動画に挑む姿勢っていうのはやっぱりしっかりしたいと思う。こうやってカメラ向けられたら、こうやって背筋しっかりしないとね。背筋ピーンってはい、ということで今回も早速なんですけど企画説明しちゃっていいですか。スカイピースさんがやってたラムネ口キャッチ。スカイピースイエーイ。ジンタンさんがラムネ口キャッチ得意だからって言って一発勝負でやって25回かな。テオさんは、テオさんテオさんは2回ぐらいですよ。そう、ミュージックビデオかなんかのやつでそれをやってるシーンがあって、うん、でジンタンさんが得意だからっていうのでじゃあやってみようって言って、そしたら25回だから、僕らチャイルドウッドも一発勝負でどれだけできるのかっていうのをやりたいなと。なので今回やる企画はスカイピース越え、ミスった瞬間即動画終了、ラムネ口キャッチ大会。うちらでスカイピースを超えてやろうじゃねえかっていう企画です。でとりあえず一発勝負だったの本当に。スカイピースさんも練習もなくて、はい、じゃあ行きます、せーので、で25回。すごいね。そうだから、うちらも本当に練習なしでぶっつけ本番で行きます、せーので、25回はこうよ。でその後に泣きの1回でもう1回やらせてくれって言ったら、それがすごいから54回。はあ、だからうちらもできたら一発で54回超えたいけど、まあ無理だろうから、その最初の25回を超えたいなと。で、一番俺自信あるんで。なんで？小学校の時とかよくやった。お前だけじゃない。流行ったんですよ。やっぱ古いんだよ。まあとりあえずだから3人で1回ずつやって、まあ誰かが超えられればいいと思う。それでいきたいと思います。はい。それでは、やっていきましょう。早速、ラムネ口キャッチ始めたいと思います。じゃあまず、誰がやる？俺、じゃあキャッチしたい。じゃあ投げ手は、ストム行くか。はい。ストームが投げて、ユウがキャッチ。もう一発勝負なんで、練習なしで、もう行きたいと思います。危ねえ、踊りやすいようにちょっと準備して。なんかスカイピースさんの見てたら、溜めてた。一回一回噛んで、はいどうぞとかじゃなくて、もう、テンポをする。あー、そうなんだ。そうそうそう。もしきつくなったら、ユウはユウで、ちょっと一回どっかに出しておいていいかな。ユウのチャレンジ行きたいと思います。頑張ります。よーい、スタート。気合いユウ。いーち。1 嘘でしょ。いったー、記録0枚はい、これ、いやいや、今俺悪いでしょ、これは。でも今は良かったぞ、高さでは続いて、ストムのチャレンジいきたいと思います。すぐ行くやん。続いて、ストムのチャレンジ頑張ります。ごめん、ごめん、ごめん、危ねえ。山田にね。2度目。いいよ、いいよ。3度目。おお、いいよ。手を振り越えたよ。4度目。うわあ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 超えたよって言って、矢先に。悔しいな。記録は3個。手を振り越えた。憧れの手を振りの階段やって、ラスト俺が見せてやるよ。リトクチンタ大本命はい、ということで続いてカズキの挑戦いきたいと思います。緊張するわ。いくぜ、いくぜ、超えるから見とけ。2投目。2投目。3投目。すごい。4投目。5投目。6投目。7投目。8投目。9投目。ごめんごめんごめん。10投目。今日あかんよ。11投目。はい、入った。12、はい、12投目。13投目。14投目。今のいいかも。15投目。怖いな、僕は。16投目。17投目。18投目。
19投目20投目危ないんだ。ちょっと待った21投目22投目23投目24投目25投目おっしゃよし並んだいいよ26投目おっしゃ27投目おっしゃいいよ28投目29投目うまいな30投目31投目32投目33投目34投目35投目36投目37投目38投目おお39投目40投目41投目42投目43投目44投目45投目4個いったかすごいうまいなやろはいということで見事和樹は超えましたでなんとちょっと泣きの1回で優がもう1回トライしたいということなんで今度投げ手が僕でやりたいと思いますいきまーすよしちなみに俺一発目だよ投げんのおお待って待ってさっきの記録超えたい0回をミスったらごめん投げる1回いきまーすよ1投目この動画が面白いと思っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします最後挨拶してみましょうせーのさらば